妖戦ロストトルネードスカイ。どうも皆さん、沢谷慎吾です。本日なんですが、妖戦10デッキっていうね、爆発的に強くなったデッキ、これご紹介していきたいと思います。新パックでバカみたいに強くなったんですよ。これ何が強くなったかっていうと、演武天気っていうカードですね。このカードで何でも好きな妖戦獣をサーチできますと。どう考えても強いね。どう考えても。で、この演武天気っていうカードなんですが、妖戦獣って全部サーチできるんで、今までって結構ね、この例えばイズナウチねえからアドバンテージ稼げないとか、あ、これ欲しいのになくてイタチなんかサーチできなくてバウンスできないとかあったじゃないですか。これがね、万能なんですね。これ全部になれるんで、さすがに強いと。で、ギミック的には元々の妖戦獣にこれを組み込んだだけなんで、それ難しくないんですけども、まあ、これで好きな妖戦獣をサーチしていきながら、相手のモンスターバウンスしたりとかね、こいつの効果でバウンスしたりとか、こいつをワンドローしてアドバンテージを稼いでいったりとか、最悪その、そこらして落としなとかが怖ければ、この天気を、発動して、このイズナムジを持ってきて、イズナムジを手札から切って、なんかその、そこらして落としたのを回避したりとかね、そういう使い方もできます。で、あとの、防御札はもうほんとお好みでって感じなんですけども、環境に強ければいい。まあ、とりあえずこれは強いので、ね、いたち風。めっちゃバウンスできるんで、これはあった方がいいかなと思って、これは3積みしてます。で、カイトロイドと刃物バリアのところはこれお好みでって感じなんですが、カイトロイドはさすがに防御性能高すぎる。なのでこれはね、必須級ではある、ぶっちゃけ。なので、まあ、刃物バリアが実質お好みでって感じかな、ここは。うん、ここは何でもいい、好きなやつ入れてくれって感じで。コズミックサイクロンがなんで入ってるかっていうと、これね、ディスティニードローがすごい強い理由があって、まず2000食らうじゃないですか。とりあえず一発ね、2000とか、まあ、2000から3000の間ぐらい、まあ3000よりもちょっと少なければいいわ、2500とかでもいいし、精霊竜とかの大体2500くらいなんで、あれとかでもいい、ブラックマーシャンとかでもいい、2500くらい食らいます。で、2発目もカイトロイドで耐えますと。で、ディスティニードローを発動してコズミック持ってくるんですよ。で、相手のバック除去します。そうするとライフポイントが1000以下になってるんですね。で、妖戦獣っていうのは展開力が優れてますんで、レベル4か2で並びますと。いうことは、ホーププレイができるんですよ。なので結構ね、ディスティニードローとコズミックサイクロンとの相性がすごい良くて、妖戦獣と。ここのワンキルがかなり決まるんで、これは1枚刺した方がいいです。なので、コズミックサイクロンは1枚刺していただいて、あとの防御札は、なんか適当なやつを、まあ、組んでもらえばいいかなっていう感じですね。はい。ということで、早速この演武天気っていうののパワーをね、見せていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、十代くん、よろしくお願いします。キュール3倍。傷ヒーローかな。それか、まあ、傷の力もあったんですかね、あいつ。まあ、とりあえず、まあ、脳死、カイトロイド抱えターンエンドは結構ね、強いんで。モンスターを攻撃表示で。ハーピーか。絆ハーピーですね。了解です。さあ、チャネラ効果。チャネラってさ、髪型ダサいよね。あんまり関係ない話するけど、ちょっとあんまり俺パッツンの女の子そんなに好きじゃなくて、なんかパッツンおしゃれだという風潮あるじゃないですか。あれ本当っすか。あれは真実なんですか。僕ね、パッツンの前髪の女の子あんまり好きじゃないんですよね。ガーガーそれは強いな。それは強いな。それはね、強い。シンプルに。万華鏡。うん、これやっぱ戻さざるを得ないやつですね、これね。戻さざるを得ない。2枚戻したらなんとかなるんじゃね、これ。2枚戻しちゃったらなんとかなりそう。モンスターを特殊して、はい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 、はい、で、割れるんだったらもうしょうがないから戻すしかない。で、妖戦獣のイタチ風の効果と、妖戦獣モンスターを2枚見せつけると相手のカードをなんと2枚ほどバウンスさせていただけることができる。さあ、これは強い。さあ、これで、万華鏡がもう1枚くらいないと展開はできない。あ、これ、チャネー、間違えた。ネスとか、清掃ありますね。はいはいはい、ネスト OK です。まあ、これはね、打たざるを得なかったんで、しょうがないですね。はい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 。で、なんだ、オラクルかな、ここは。オラクルで狩場破壊する感じかな。モンスターを特殊召喚。はい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 、はいはい、いいですね。なかなか結構強そうな場面ではあります。まあ、カイトロイドあるんで、なんかこんな安心して解説できてるんですけど、カイトロイドなかったら今の頃やばいやばいやばいって言ってますね。やっぱカイトロイドってさ、精神安定剤みたいなのありますよね。
デュエルリンクスにおける、なんだろうな、精神安定剤はカイトロイドと、バーニングナクラベイル。まあ、ベイルは、たまに4000パンチ飛んできて、なんかやばいことが起きたりするんですけど、西岸の、ネオブルーアイズとかね、ああいうのが飛んできてやばいことが起きたりするんですけど、まあね、やっぱカイトロイドってね、大体何でもね、無効にしてくれるんで、アンティックギア以外。ね、結構いいんですよね。で、ニーフスエンドは強いな。あ、エンドだ。なるほど、カリバなしでいいんですか。うち結構バック強いんですけどね。あ、演武、なるほど。とりあえず演武天気発動、演武天気の効果によって、もちろん特定のカードを手札に加えていく。特定のカードはバウンスできるかまいたちで、これはかまいたちと次男が並ぶんで、3男並ぶんで、これどっかで魔法トラップ打つしかないですね。相手は魔法トラップあるんだったら打つしかない。狡猾な落とし穴だけ一番強い。狡猾な落とし穴だったら、かなり辛いが、狡猾な落とし穴はかなり辛いが、月の手はいい。月の手はまあいいね。月の手は OK。 裏側にしてで SC 効果で戻していく。まあそれどっちでもいいから、結局戻るからこれどっちでもいい。でエンドフェイズ、まあカイトロイドあるんで死にませんね。はい、やっぱね、精神安定剤ですわ、このカードは。20代でやっぱ顔かっこいいな、イケメンだわ。マネラやばい、めっちゃ展開してくる。これ何が辛いかな。あ、ネストか、なるほど。ネスト効果によって、あ、またオーラクルかな、これ結構。あれか、あっちか、パフューマか、さすがにパフューマでからの戻してワンキルか。はい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 。で、SC 効果で戻していく。 OK です。で、パフューマー特殊召喚からパフューマー効果で万華鏡を持ってきて、万華鏡でハーピー出して、3体でクリボルケアしてぶん殴ってくるみたいな。まあ、クリボルケアできてないか、2世だったないか。あ、オラクル OK、 了解です。はい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 、 OK です。でもカード結構使ってるから、まあ、カイトロイドあるんで、ね、いくらでもどうぞって感じですね。絆 OK です。1900、いや、ギリギリディテールドロケアしくぶっとすんだよな。これはね、使わないですね。これ使うと、あの、元々の攻撃力しかあんないんですよ。絆の力はちょっとね、若干きついですね。あの、この大谷翔平は、大谷翔平さんはね、それは、それは全然無理。ほい、さあ、殴るかい。殴ったらディスティニードローが入るよ。あ、ディスティニードローはさせない。ディスティニードローケアもしっかりとしてくる。なるほど、やるじゃないか。ただバウンスはさせてもらうぞ。結局両方とも戻してくれたから、こうしてね、イタちゃんの効果でね、もちろん参加して、これ風属性だから伊達上がってんの草風属性だから伊達上がってんの草で、こうしてで、まあ、両方ともぶん殴っていいですね。でしかもサーチ入るんで、バトルフェイズ入ってで、まずはどっちもいいんだけど、まあ、これ殴って、はい、で、これ殴って、はい、で、セーブダメージ当たった場合、三男の効果によって、なんか違うやつ持ってこれるんで、さすがにワンドローマンを持ってくる。ワンドローマンめっちゃ強いんでね、基本的にはワンドローマンを持ってきた方がいいですね。天気とかではなかった、なかった。まあ、今のね、あの盤面であれば、長男を持ってこないと、バウンスできなかったんですけども、まあ、次男はね、そこまでなので、あの、正直やっぱ長男が一番強いじゃないですか、バウンスできるんで。長男さんの方がいいと思います。はい、どうぞ。パイオンはどうぞ。召喚成功時何もない、サーチするカードがない、万華鏡かなる分身はいい、それは全然いい。で、出てくるどうぞ、出てくるどうぞ、でシンクロ召喚どうぞ、シンクロ召喚どうぞ、SC どうぞ、 SC どうぞ、全く問題ありません。あー、間違えた、やべえ、打てばよかった、羽休みだったじゃん、間違えたわ。ちょ、ごめん、あれ今のね、打ったなきゃダメだわ、これイタチ風、ごめんごめん、よく考えてなかった。反動ハーピーの羽休み確定してたんで、今打たなきゃダメですね、イタチ風。まあ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 、いいでしょう。で、セットはきついか、これ今ちょっとプリミだな。あー、バトルはいい、あー、それは全然大丈夫。絆使わないの。一応大谷翔平のね、効果ケアして、あの、一応絆使ってた方がいいよ。対戦ありがとうございました。なんか絶望的なプレミした。さあ、お相手の方、おっと、シンクロフライトコントロールってやつか。いや、そう、ユース、いや、ユー、
俺のターン。あー、これは強いですね。ここのこの天気何が強いかっていうと、何が強いかっていうと、これ持ってこれるんですよね。で先行で展開してワンドローから入れるんですよ。これが最強に強いです。天気のいいところ、これが天気のいいところで、1枚ドローして1枚アドボンテージをしっかり稼いでから、セットセットができると。いや強い、いや強い、局所だけやめてって感じですね。これほんと強いんだよな。なんかこの伊豆の山地を安定的に持ってこれるようになったし、あと長男もね持ってこれるようになったんで、さすがに四千住環境くらいまであるんじゃないかなと思うんだけどね。バジルースいいよ。呪眼は装備魔法を、つけられた瞬間にバウンスしてあげるか、まあ、攻撃してきたところを破門すればいいんで、まあ、嵐がそんなに、しかもこれからは入りづらくなるんですよ。なので1枚ぐらいしかね、なんでね、そんなにねバックめっちゃバカバカ割られるってことはないと思うんですよね。さあゴルゴメイオの呪眼も墓地を切って、はい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 、セレンの呪眼つけてくるのかな。セレンの呪眼つけてこないやつかな、これ殴ってくるのかな。これなんか普通にバウンスしててめっちゃするよね。でもこれ波紋のバリアでデッキ回すのが強いか、モンスター引けなかったら相手何もできないから多分。これ多分ね波紋のバリアの強いですね。波紋のバリアでデッキバウンスしてあげた方が、これ手形に戻すとアドバンテージ稼がれば下がるんで、まあ何でもとりあえずできるんだったらデッキバウンスした方が、はい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 、でとりあえずイタチカセ召喚、イタチカセ効果、ワンドローマンを召喚、狡猾撃たれるのが辛いけど、まあでも今トップによるかな。次のデッキトップなんだろうなって感じだね。次のデッキトップによるって感じ。さあどうする、バウンスもデッキバウンスと手札バウンスあるんで、まあ、このターンは死なないと思うんですけど、はいはい、メデューサね、オッケー、メデューサ召喚、召喚で効果によって、そっちを回収、オッケー、いいですよ。セレンあんのかな、まあ、セレンあったらバウンスしてあげるか、もしくはデッキバウンスがあるんでね。バレードリア、オッケー、波紋のバリアはもう無限に強いと思います多分。時間相手にはバックを除去されなければ、ここで、ね、嵐とかされると結構辛いんだけどね。見せてやろう、はい、モンスターを特殊召喚、了解です。嵐だけ本当にきついけど、嵐そんな簡単に飛んでくる環境じゃなくなるはず、これからは。はい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 、でゴルゴネイを落としていく。でゴルゴネイオは、手札から呪眼カードを、墓地を送ると、呪眼の魔法トラップを持ってくることができる。でセレンが発動される。でセレンを装備して、そこもね別にいっか、これ殴ってくるんだったらこの波紋のバリあるんで別にいいですよ。ぶん殴ってくる波紋で、デッキバウンスですね。波紋のバリアどんだけ強いこのカードどんだけ強い、対象取りませんのでこのカードは。メデ様ももちろん戻していける、セレンが外されると。はいはい、波紋ケアはちょっとした方がいいですね。あの妖精獣相手はね、入ってるかもしれないから、入ってない構築もあると思うけど、まあ俺はあった方がね強いと思うんですよね。もちろんガチ環境だと微妙かもしれないけど、あのこういうねランク戦程度だったらね組んでくれるんで、あーオッケー、とりあえずかまいたち召喚かな、かまいたち召喚、かまいたち召喚成功時効果発動、三男を出していく、で三男と召喚して、でバウンスをしたいなという話をしていく。あーバウンス罠来た、でも1枚しか戻せない。うん、じゃあエンドするじゃないか。まあいたち風あるんで相手もハンド2枚でしょ、相手もハンド2枚なので、んーな、そんなにぶっ壊れ展開はできないと思うけどな。あー強えな、トップトップ強えな、トップ強えな、それトップ強えよ。モンスター交換発動、どうしたらいいんだろう、バジルス、いやーこれどうしよう。で途絶の呪眼が、スラリの確定してるって感じですかね。でパレイドリアが墓地を取っていく、でセルの時間の効果で1000ライフ払って、もう一回セットし直していく。で装備された、これはさすがに、これはさすがにね、イタチ風で戻すしかないんで、装備された瞬間に、装備された瞬間はまだ対象に取れるんですよ。なんでイタチ風の効果で、2枚見せて相手の2枚のカードを戻していくっていう感じでしょうかね。はい、ここと、モンスターを戻してあげればもう展開は多分できないと思う。でね、
なんだっけ、手札から特殊召喚するカード、途絶だっけ違う、あこれ言ったら来たわ、ちょフラグ建築士、歓喜か、歓喜の呪眼で召喚で伏せカード1枚でバウンス罠が確定してる。でハンドはバジルス、また展開し直されたマジっすか。まあでもセレンついてないだけマシですね。セレンついてないだけ全然マシです。で俺のターンこれ何引けばいいんだろう。カイトロイドか、まあ強いの強いの。でイタチ召喚、イタチ召喚成功時効果、三男召喚で三男いるんでイタチの効果使える、あバウンスさせていただける。でもちろんどっしかっていうとバジルスの方が突破できないんで、バジルスを戻し1400はぶん殴って突破していくっていう感じですね。で、1枚だけなんですよバウンスできるのは。あのセレンがついていれば2枚ですけど、今セレンがないので、これは1枚しかバウンスできないからこいつは突破できると。 OK、 いやいい勝負してんね。結構これ妖戦人 VS 呪眼ってなんかすごいいい勝負を演出できる、なんか遊戯王って感じだよね。結構いいデッキだなやっぱ妖戦人って。まあ、呪眼もいいできてるよね。あのクソみたいな、あのウルトラアスレートにパワードギブスで分けするみたいなクンクみたいなデッキじゃなくて、これはねかなりね遊戯王感があります、ね、はいはい。バジルウス、バジルウス来た、バジルウス、バジルウス、これエクシーズ召喚3エクシーズ、ブリリアント、なるほど。ブリリアントからですね、あれですね、あの5エクシーズのやつ出して、なんだっけこいつコアベージからの多分これガイアドラグーンだと思います。これでガイアドラグーンで2600ちょうど寄ったワンキューしたと思ってるじゃないですか。もちろん発進するんですよあいつがね。俺の手札には最強モンスターが舞い込んでいる。カイトロイド発進勝った、完全に勝った。第3部完カイトロイドって最強だわ、最強カード。さあお相手の方ユーマくんですね、よろしくお願いします。キュール3倍あんま強くねえな。ちょっとねこれね正直防御札が若干足りない時っていうの不安なんですよね。場を開けるんで絶対ガラ空きするんですよ。なんでいやーやばい、ちょ挨拶はマジでやばい、挨拶はマジでやばいんですよ。カイトがない場合の挨拶が本当にやばくて、ゴブリンドバーグ、ゴブリンドバーグ、ゴブリンドバーグからのゴブリンドバーグ珍しいね。六部衆あやべえ、めっちゃ展開される、やべえ終わった。強くないそれ、シンプルに光まといて現れろ。誰闇を切り、エクスカリバーちゃんとそれセリフあるんだあ強っ、待ってなんだこの展開力は。エクスカリバー、エクスカリバー、これ4000ってこと、やばこいつ。クリボールとカイトロイド両方とも、カイトロイドじゃねえや、クリボールとベイル両方ともケアしてきたぞ。強すぎて草